どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、ヒルトンホテルの新キャンペーンがですね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、キャンペーンとかお知らせとかですね、期間限定のものだったりしてですね、結構ね、バタバタバタって動画出ておりますので、まあ、時間がある時にですね、ぜひね、気になるものをチェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、今回ですね、ヒルトンホテルポイントの新しいキャンペーンがね、発表されましたので、 解説ね、やっていきたいなと思います。でですね。 今ね、あの、ヒルトンホテルのキャンペーンっていうのは、今日ね、新しいキャンペーン発表されたんですけども、5月1日からっていうふうになりますんで、今現在はこちらですね、ダブルポイントを獲得、ダブルアップエクスフロアキャンペーンっていうのが、今ね、4月30日までやっているっていうふうになりますんで、今のキャンペーンはこちらで、5月1日からですね、今日ね、えー、解説させていただくキャンペーンっていうふうになりますので、まあ、この点ね、覚えておいていただければなと思います。両方のキャンペーンね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、気になる方、 チェックしてくださいということで、5月1日からですね、ヒルトンがこちらですね、リゾートトゥーモアポイントということで、新しいキャンペーンをね、開始いたします。でですね、こちらのキャンペーンの詳細なんですけども、名前がね、リゾートトゥーモアキャンペーンっていう風になっておりまして、特、え、典、ー、がですね、ヒルトンホテルのリゾートホテルに 滞在していただくと、1滞在月4000ポイント。で、それ以外のヒルトンホテルに宿泊していただくと、2000ポイントがですね、1滞在につきもらえるキャンペーンっていう風になります。で、期間がですね、2023年の5月の1日から9月の5日、チェックアウト分までっていう風になります。で、ポイントの獲得自体は上限なしっていう風になりますので、利用すれば利用するほどポイントがね、獲得することができるっていった形になります。で、ポイント付与がですね、滞在後6週間から8週間、 5っていう風になりますんで、この点はね覚えてておいいくださいで今回のね、キャンペーンの注意事項なんですけども、この1滞在っていう表記ですね。今回ね、1滞在につき、リゾートホテルだったら4000ポイント、それ以外のホテルだったら2000ポイントがね、もらえるわけなんですけども、この1滞在っていうのはですね、1泊2日でも1滞在っていう風になりますし、3泊4日でも1滞在っていう風になりますんで、基本的にチェックインからチェックアウトまでがですね、この1滞在に入るっていう風に になりますんで、たくさんポイントがね欲しいっていう方は一つずつホテルをね分ける必要があるっていう風になりますんで、この点はね注意してください。同日にね。 チェックインしてもですね、こちらね、1滞在のね、カウントに含まれるっていう風になりますんで、こういった感じでね、利用しても、あの、同一の滞在ってね、見なされてしまいますんで、この点をね、注意していただければなぁと思います。で、今回ですね、リゾートホテルとオールインクルーシブの施設が、1滞在につきね、4000ポイント、それ以外のホテルは2000ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になっているわけなんですけども、このリゾートホテルとオールインクルーシブ施設がね、まあ、日本国内だとどこですかっていう話なんですけども、日本 国内だと大使ホテルはこちらになりますヒルトン小田原ヒルトンクラブ小田原ヒルトン東京ベイ六京都ニセコビレッジヒルトンクラブリゾート瀬そこヒルトン沖縄瀬そこリゾートヒルトンチャタンリゾートダブルツリーバイヒルトンチャタンリゾートヒアヒルトン宮古島ということでまあこちらはですねこのリゾートホテルの対象の国内ホテルっていうふうになりますのでキャンペーン期間中にこちらに滞在していただければ一滞在につきね四千ポイントがもらえるっていった形に になりますで、国内ホテルはですね、まあ、こういった形になるわけなんですけども、このね、全世界のね、リゾートホテルっていうのは、すごいたくさんね、対象ホテルあるっていう風になりますんで、もしね、海外等で利用されたいっていう方は、概要欄にですね、対象ホテルの一覧がね、えー、公式サイト出ておりますんで、まあ、そちらね、載せておきますんで、海外でね、利用されたいっていう方は、こちらね、チェックしていただければなぁと思います。で、オールインクルーシブ施設はね、まあ、どこなんだっていう話になると思うんですけども、 このオールインクルーシブのね、あの施設っていうのは、ヒルトンホテルはね、非常に少なくて、全世界にね、12施設にしかなくてですね、またね、日本国内にはありませんので、まあ、こちらはね、気にしなくていいのかな、なんていうふうに思います。またね、今回のキャンペーンはですね、ポイント宿泊も対象っていう風になるんですよね。ですので、国内ホテルね、こちらありますけども、こちらに ポイント宿泊した場合であってもですね、こちら4000ポイントがね、1滞在につきもらえるっていうふうになりますんで、これはね、非常に大きいですよね。ですんでね、このキャンペーン期間中にポイント宿泊ね、持ってる方、これから予約する方に関しては、まあ、ポイント宿泊、まあ、4000匹でね、利用できるって言ってもね、まあ、過言ではないかな、なんていうふうに思いますので、今回のキャンペーンね、めちゃくちゃいいですよね。またね、ポイント宿泊で安いといえば、クアラルンプールですよね、マレーシアの。私が、ね 2022年ね、利用させていただきましたけども、まあこちらのですね、私はどっちに宿泊したのかな、ね、ちょっと覚えてないんですけども、このヒルトンガーディーンのクアラルンプールね、私は宿泊した時はね、もうちょっとポイント数少なかったと思うんですけども、こちらね、9000ポイントで一泊宿泊することができるんですよね。ですので、キャンペーン期間中にこちら滞在していただければ、9000ポイントをかかるわけなんですけども、今回のキャンペーンで2000ポイントを返ってきますよね。 実質6000ポイントとかでもね、宿泊することができると思いますので、こちらね、キャンペーン期間中にクアラルンプール行かれる方はね、かなりいいですよね。ちょっとね、場所が、あの、あんまり良くないらしいんで、ちょっと僕もね、まれあの、マレーシアそんなによくわかんないんで、 ツイッターの友人とかにね、確か教えてもらって、あんまり場所が良くないらしいんですけども、まあ、宿泊実績とかね、あの、修行とかね、まあ、そういったので稼がれたい方は、まあ、このね、二つのホテルね、あの、確か隣同士なんですよね。ですので、行ったり来たり、行ったり来たりしてね、まあ、宿泊実績稼ぐみたいなね、まあ、そういったことも、まあ、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、気になる方はですね、こちらもね、ぜひチェックしていただければな、と思います。またね、ヒルトンホテルのポイント宿泊ね、どっか安いとこ知ってますっていう方ね、いらっしゃいました。 ぜひね、教えていいただければなと思いますまたね、公式サイトにね、Q&A ね、いろいろ載っておりまして、他のプロモーションとね、今回のこのキャンペーン、まあこれもプロモーションなんですけども、え併用できますかっていう話なんですけども、こちら併用可能っていうふうになりますんで、これからね、ヒルトンステータスマッチ、先日ね、動画出しましたけども、これからね、利用されたいっていう方も、こちらね、併用することができます。またね、今回のこのキャンペーンは5月1日までということで、この動画出てんのね、4月の 20日とか21とか、まあ、そこら辺に出てると思うんですけども、エントリー時代はですね、もうすることができますので、今からね、エントリーして、今まで持ってる予約に関しても、この5月1日から9月5日までのチェックアウト分に関しては、キャンペーン対象って言った形になります。で、このキャンペーン以前でも、キャンペーン中でも予約しますよね。で、予約して、 チェックアウトがですね、9月の5日以降にね、えー、なってしまう場合に関しては、今回のキャンペーンね、対象外っていう風になりますんで、まあ、この点はね、注意していただければな、なんていう風に思います。まあ、それ以外はですね、まあ、特にね、そんなに大きい部分はなかったかな、なんていう風に思いますので、ひとまずね、この点は覚えておいていただければな、と思います。 ということでヒルトンはですね、新キャンペーン発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、本当にね、ヒルトンホテルはですね、途切れなくね、キャンペーンをやってくれるんで、本当にいいですよね。今やってるキャンペーンも4月30日ということで、次のキャンペーン5月1日からっていう風になりますんで、1年中ずっとキャンペーンやっておりますし、今回のキャンペーンはですね、もう1滞在でですね、2000ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。 しかもね、あの、リゾートとホテルは4000ポイントですけども、まあ、それ以外のホテルでもね、2000ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、いろんなね、ホテル、ホッピングしていただければですね、毎回2000ポイントね、獲得することができるっていう風になりますんで、かなりね、いいですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッター待っておりますし、またね、今、ヒルトンアメックスのね、キャンペーン、パワーアップしておりますんで、こちらもね、ぜひ見逃さないようにしていただければな と,思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ